創建寺、山門里市美寺は、愛知県名古屋市中区にある臨在修明神寺派の寺院。三号は、京山、織田信長ゆかりの寺院である。はじめは、伊勢国大島村に、西明寺という工事であった。1332年古刊主連が、慶浜、山の神山寺と改め、五代醐天皇の直により、漢寺となり、後に、伊勢国安国寺となった。 天正の頃、廃寺になりかかっていたのを、織田信夫が、父の母提を弔うために、清洲北市場に移し、安土総賢寺に習い総見寺と、改めた。中学を開祖としたが、ただし学は古漢を解散と仰ぎ自分は二世となった。1611年、清洲越しにより、名古屋南寺町に移る。その際、古漢は、東福寺派であったので、方形を整えるために、 改めて中学を解散とした。解散以来、何人も明神寺に進む重視している。1630年3月、北条が消失したが、1637年の秋に、藩主、徳川義直が再建する。はじめは、事業1326国であったが、慶町稲尾前建知後は300国となる。1883年4月、宮内省より、本堂、 プリ債権のために金25円が貸しされる。本尊は薬師如来座像。三門は二王門となっている。達中ははじめ十二位もあったが、江戸時代には高松院、用意和お院、通り院、高月県の5箇所に減少し、その後高松員の見残るが、明治維新後に達中から自家松となっている。 信長工業が存在するが、他の墓地は第二次世界大戦後の土地区整理事業により平和公園へ移動している。ありがとうございます。